おはようございます。はい、今日は朝ごはん、質素な朝ごはん、超質素な朝ごはんです。でいつも質素なんですけど、ちょっと動画になりそうな質素なんで、っていうか朝はいつもパンなんですけどね。これが昨日の残りのキムチ鍋で、これがね、お漬物。もう切ってもうたんやけど、これ超高そうでしょ。いや高いんですけど、こんなやつ、これ量もこんな賞味期限内に絶対食われへんし、うか切れてるし、箸がないし、箸さん、あれ箸忘れた、箸さん、おーい箸さん、あった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 、はい、ご飯もあります、チンご飯。このね、漬物が久しぶりにね、もう40年ぶりに食べる漬物がね、楽しみや。いや、もう40年はオーバーやろ。私もっと漬物屋なんでね、40年前は漬物屋にいてまして、これこの頑丈にしまってるやつ、うわこれやばいかも。あ、うわやっぱ漏れるわ、これやばいや、うわやばいやつや、これはきついぞ。ということはこの、あ、開け口で書いてるやん、こっち、うーわしもった、こっちから開けろって、うわそれ、うわ最悪、うわこれ無理や、これはおっちゃんには至難の技やわ。でこっから取りまんの、こうやってなんか便利なような、便利なような、不便なような、でこう取りまんのか。なるほど、こんなん食べきられへんし、いつまで持つんやろ。いやだいぶ持つし、こんなん超塩やからね、超塩漬けしとるからなんぼでも持ちまんね。ちょっと呼ばれますわ、ちょっと味見しますわ、はい、いただきます。さあ、うん、懐かしい、久々、うん、うん、最高、うまい。やっぱ白菜の漬けもうまい。この白菜の漬物だけでいいわ。これ気持ち、昨日の残り、また後で呼ばれるわ。今もお漬物なんかつける人いてないんやろね。お漬物つける人ほんま神やね。っていうかお茶欲しいね最近。お茶もないんすよ。もうお茶なんかあんまり飲めへんな思って買うてないんやけど、最近なんかほんまお茶が飲みたい。水で。おーい、お茶
そんなもんテレビの宣伝や。私あんまり言うてないですけどね、もともと一番最初に働いたのは漬物屋ですね。中央市場のね、中央卸売市場の漬物屋ですね。高校出て予備校1年行って在籍いうか行ってないけど、まあ在籍か、予備校1年間おって、ほんでそっからどうすんねんってプラプラしとって、友達に誘われて行ったんが中央卸売市場の漬物屋なんですよ。だから20歳ぐらいかな、20歳ぐらいは漬物屋でずっと最初アルバイトでねずっと働いとったんですけど、ほんで後に社員になれへんか言われて社員になったんやけど、友達も一緒に行っとったんですね。で友達がやんちゃばっかりして車ぶつけたりどうのこうのして、もう会社辞めてくれいうことになって、で私ももうお友達ですね、それを辞めるんやったらもう自分も辞めますって変な男気出して辞めて、ほんで惣菜屋か佃煮屋さんに行ったんですね。でじゃあそもそも私はもう漬物屋なんですよ。でそこでなんちゅうの、社会人として結構鍛えられたっちゅうんかな、まあ言ったら初めてですやん、そういう。私ね、高校とか卒業してからとかね、そのアルバイトとかあんまりしてへんかったんです。あんまり言うかほんまほぼほぼしてないんですよ、そういうスポット的なアルバイトはね。スポット的なアルバイトはね、そのなんちゅうの、あれなんちゅうの、舞台役者やないわ、ちょい役、通行人 A とか B のなんかありますやん、通行人 A、 何やった、エキストラの仕事とかね、あと警備員の仕事とかね、そういうのはアルバイト、あとこんな、はい、ビリガーズかとかね、そういうスポット的なのはあるんですけど、そのちゃんと毎日同じところに決まってずっと行く仕事はね、初めてだったんです、その中央市場の仕事がね、漬物屋さんが。で、そこで、もう社会人として言ったら大層ですけど、まあ、いろいろそこで、私の基本いうかな、鍛えられた基本がそこにあってね。今から思えばほんまにね、ありがたい話ですよ、こんなわけもわからんね、アホをね、いろいろ教えてくれはりましたわ、ほんまに。働かざるもん食うべからずとかね、その中央市場なんて今もう伝ってもうて、もうお店いっぱいやめていってますやん。もう昔の半分残ってんすよ、3割ぐらいしか残ってないんちゃいます、もうほとんどやめてやって、その何軒かしか残ってないんですけど、そのうちの一軒ですわ、私まだ残って、いまだにちゃんと商売やってあるね。だからある意味やっぱりそういう、そんな決して大きい商売してあれんかったですけど、ある意味たけてはったんやろね。そんなごっついスーパーとね取引してるとかそんなんじゃなかったんですけど、いまだに残ってるということはね、それなりに商売上手やったんや思いますわ。挨拶ちゃんとせえとかね、そんな教えられましたわ。そんなお客さん来てもね、やっぱりなんかテレみたいなのありますやん、それお客さんかどうかもわからんしね、なんかやっぱりこうこんにちはとかおはようございますなかなか言いにくいですやん、そんな19、20歳の時やしね。けどそこの社長がね、社長いうか社長の奥さんがね、だから実質社長なんですけど、社長の奥さんがね、誰かいてはったらまず挨拶しなさいと、いらっしゃいませ言いなさいと、それがなんちゅうお客さんであろうが、またメーカーさん、そのうちらその会社でいうお客さん、お客さんじゃない、会社でいう会社側がお客さんの場合、メーカーの人とかね来とったら会社側がお客さんやねんけど、そういう場合もあれば、ほんまのお客さんかもしれんし、そうです、誰か分かれへんわけですよ、私ら。そんな誰が来てはんのか、いやそんなは気にせんでいいんやと、もう誰かいてはったらもう挨拶しなさいとって教わった、ほんまに。それがね、それは未だにね、
ちゃんと覚えてるっちゅうんかな。それをね、介護の仕事の時にね、私誰振り構わず挨拶しますやん。ほんならね、その時の社長にね、いやお前そんな挨拶せんでええとか言われたぐらい、いやそれおかしいやんとか思ってんけどね、まあ、それぞれ考えあるんやな思ってね。うまいね。だからそこの前の会社のね、介護の会社かでね、若い子あんまりか挨拶しいんかってね、そのお客さん来とっても。だからそれは社長の考えはそうやって、特に挨拶せんでとは言えへんかったかな。いらっしゃいますよ言わんでええんちゃうかって言うたんかな。おはようございますだけでええやん、私はいらっしゃいませって言うとったからね。なんか商店やないんやから意味なんかな。あ、そうそうやわ、いらっしゃいますは言わんでええって言われた。不動産屋や何か。お客様のお帰りです、ありがとうございました。そんないらんねん。だからそういうのをね、その時はああそうなんやとか思いながらやったけど、今から考えたらね、そういう挨拶とかちゃんと教えてもうた。お客さんの前の立ち方やないけど、こうなんかこうやってポケットに手入れるわけやないねんけど、なんか腹巻きしとったんかな、なんやろ、腹巻きしとったんかな、私なんかこうやって腹巻きに なんか触っとったんかな。そんなんしたらあかん、なんか言われた思い出すわ。だからやっぱりね、しつけは大事ですよ、ほんまにね、ほんまに。その時何がねえと思うんやけど、自分らが年いてきたら分かるよ、その時そうやってあんな言われたんやってね。質素な朝ごはんいいね。っていうか、そこのつくめの社長も死んでもうとるやろね。だから生きてても会社には出てきてはれんよね。もう私より20上として、20上って言ったら80オーバー、まだ生きてるかもからね。30上として90か。覗きに行ってこうかな。どないしてあるんかな。番頭さんが2人いとってね、そうそう、その時からその番頭さんたちはね、絶対休みへん、日曜も祭日もいつも仕事しとって。私らにしたら なんでそんだけ仕事しはんの、不思議でしゃあなかったんですけど、その私らも漬物屋やめて自分が中心になって働くようになってきたらね、もうそれがもう身についてるっちゅうんか、まあ私らそんな漬物時代は休みの時そんな進んで仕事がせえんかったですけど、仕事変わって自分が中心になって、まあ自分が番頭みたいなことになって働いてくれたら、もう
休まんとずっと働いとったからね。だからほんまそこでだいぶ鍛えられましたわ、ほんまにね。懐かしいな、ほんまに懐かしいわっていうことで、いやほんまこんなん漬物ちょろっとあったらそこはいけんね、ほんまに。もうこれも残った、これどうしよう、また食べなあかん、漬物もこれ片付けなあかんの。こんなん一人やったらもうなかなか片付けんね。おーい漬物あるでー誰もおらん、はい、じゃあもうあれですわ、もうニンニク食いすぎてあかんわ、はい、ということで、いつもすみません、まだ朝です、はい、朝のね6時ですわ、まだ、はい、朝のが6時からこんなんやってまんねでは失礼します、バイナラ、いってるし、追伸、どうでもいい話なんですけどね、伝票って書きますね、お客さんが来たら買い物してくれたやつとかね、やっぱ伝票書きますね。その時にこの白菜、白菜の漬物やとしたら白菜って書きますね。その白菜をね、その伝票みたいなのを我々の時は早く書くのがもうなんちゅうのすごいんじゃないけど、いかに早く書いて早く値段伝票早く計算しているのをね、ごつあれしとったんですね。でこれは早く書かんだけあかんわけですやん。だから白菜の菜はナッパの菜ですやん。それを白菜のナッパの菜って書いとったら時間かかりますやん、この字数が多いから。だから白菜はね、菜はね、白は真っ白なんですけど、菜はあのナッパの菜じゃなくて才能の菜、才能の菜、天才の菜、白菜って書くのをね今急に思い出したからそれが言いたかった。で今喋っとってまた思い出した、私自前なんやけどね、白菜私漬けとったからね、私がなんちゅうたんかな、中央市場なんでね、まあ、そこは朝結構遅かったんですよ。朝の5時ぐらいからやったかな仕事、朝の5時ぐらいから巻いたら昼過ぎぐらいまではそういう、そう中央市場的な仕事しとったんですけど、それが終わってからね、この漬け込み工場があるんですよ。工場、漬け込みの工場にお手伝いに行くんですね。その時私白菜漬けとったからね、私がですね、白菜バシッて半分に、あ切るのはちゃう人やっとったかな、その風呂桶の10倍ぐらいある風呂桶のとこにね、白菜バーッて並べていくんですよ。でそこにこんななんちゅうのでかい塩ありますね、その塩ガサッとってバーンバーンバーン、だからあの白菜食べたら塩分多いの分かりますわ、その中そんなちょそんな普通のパカッちゃいますぜ、もうバッサバッサバッサ、もうなんならバーンぐらい塩かけたんだからね、はい、だからこれも日持ちするんちゃいますか、はい、ということで追伸が長かったです、キュッキュッデルシュ。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、あのチャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。